古典部後期21年1月9日は中国秋代末期から新大初期の儒学者、民の滅亡に際して半身運動に参加した、経学や私学の傍ら、京成松室用の実学を説いた、新朝交渉学のその一人、古典部は本来の名を、高、ジを中世という、新大以後に名を、典部、ジを、ネイジンと改め、豪を定林とした。 蘇州府根山形千の出身、民末の党林党の流れを引き継ぐ政治結社また社に参加していた。順次元年に理事政によって民が滅び、清氏が中国本土に侵入してくると、郷里の指定を組織して義勇軍を結成して、新朝支配に抵抗して、各地を流浪しては阪神の活動に積極的に携わっていた。各地を流浪するにあたり、 一緒に灯する馬に書物を満載しながら文献と照らし合わせた実地調査を行い、地理や歴史の研究に阻止んだ。また、経学、訓古学、音韻学、金石学部などにも精通していた。その上で、陽明学を批判し、世に有益な形成松室用の学を追求した。晩年は、会員に教を構え、新朝の士官要請を断り続けた。 おいの助監学は、後期9年に、新史、新朝の交換となった。古演部は新朝交渉学の節制学派の祖と称される。しかし、新書三大史と言われる、高僧義や、おおっとこれと同じように半身また名運動に、携わっていた経歴は、現実社会に対する批判という性格を帯びて、その学問にも現れている。代表的著作と言われる、 日記録は一見すると随筆を寄せ集めた文集である。しかしその論ずるところは多岐にわたり、中でも歴史に関する箇所は、秋代の政治経済や社会について鋭い見解を示しており、そのまま現実に対する批判と定義へとつながっている。そして各項目とも事実について、ただ論じ批評するのではなく、十分な交渉を行った上で、その議論を行っている。 もっとも、その書が世間に公開されたのは彼の没後であり、信代の交渉学者たちは彼の実証主義的な手法をもっぱら取り入れることとなる。このほか、中国各地の地学、特徴、軍事などのあらゆる点を論じた、天下軍国理病書や音韻学について述べた音楽語書などがある。ありがとうございます。